こんにちは。午後からこんにちはですね。ここに来ました。今これからここをちょっと一周ウォーキングをやりたいと思っております。暑いので今3時半4時ですかね。ここへ来ました。今から歩きますよ。皆さんまた見てね。いいね頼むよ。笑っちゃうね。よし、歩きまーす。いい感じの緑でーす。イェイイェイ、こんにちはですね。人は一人前に歩いていく人がいますけど、私よりと二人かな、この時間帯では。あんたこの時間に何してるのって言われても、仕事は今しとりません、今は。勘弁ね。ちょっと寂しい話しますけど、仕事もまあまあうまくいってるんですけども、最近は仲間も一人二人といなくなり、しかし知人は1人2人ですかねだけになりました。まあ会社勤めならまあ友達もいるかもしれないんですけど、これぐらいの年になるとまあなかなか友達もできませんね。企業に勤めとればいいんですけど、まあ私みたいに個人企業はなかなか人もいないんで、孤独感はありますよ。一人でなんかバタバタやっております。死ぬまでやります。イエイイエイイエイ、そういうことです。まあこんな感じで、まあ周りに影響されずに好きなことできるんですから、まあまだ幸せかなと思いますがね。これも人生ですね。いえいえいえ、そうですね。楽しくやりたいです。まあ少し語りますが、最近悲しいことありましたね。皆さんも知っておられる通り、安倍元首相が暗殺されました。悲劇を見ました。私より年下ですよ。んでも。残念ですね。まだ仕事してたのにね、こういうことが世の中に起こるんですね。警戒しとってもこういうことが起こる時代、まあ今までなかったんですけど、幸いにちょっと油断したかな。みんな油断したと思いますよ。まさか安倍元首相が狙われるとは思いませんでしたね。私もまあいろいろな時代がありますが、これから激動の時代に入ります。ロシアの問題、こういうように人が殺される時代、ちょっと不安ですね。これがどうなるんですかね。ちょっと心配です、ね、今年はなんか変で、ね、なんか戦争が始まるような気配ありますね。もしかしたら第3次世界大戦が勃発するかもしれませんよ。皆さん考えておりますか。本当に分かりませんよ。起こりうるかもしれません。私らはまあ人生楽しくここまで来たんで、まあ残すはないんですけれども、今から青春時代を迎えられる人はかわいそうですね。もし戦争が起きたら、まあいろいろな時代ありますからね。日露戦争もありました、前にね。考えられますよ。おから起きないように祈っておりますから、またよろしくね。本当に起きれないようにね。
水の音は涼しいですね。音はいいですね。静かで。今日は見ていただいてありがとうございましたね。よければいいねお願いしたいんです。よろしくね。